コスモトロンの描画コスモトロンはブルックヘブン国立研究所にあった陽子を加速するシンクロトロンである。1948年にアメリカ原子力委員会がコスモトロンの建設を認可し、1953年に最大加速エネルギーに達し、1966年まで運用を続け1969年に解体された。コスモトロンは 世界で初めてジェブオーダーの運動エネルギーを粒子に与えることに成功した加速器であり3.3ジェブに到達した。また、素粒子物理学の実験のために粒子線を加速器の外に取り出すことに成功した世界初の加速器でもあった。以前は宇宙線のみで観察されていた中間子を観測し、さらに重くて不安定な粒子を世界で 初めて発見した加速器でもあり、奇妙な粒子と呼ばれる粒子の存在を実験的に確認した。コスモトロンは宇宙船の観測で発見されていたすべての中間子を製造することができ、ベクトル中間子を新たに発見した。当初、このシンクロトロンの名前は宇宙船の生成という目標を表すコスミトロンであったが、サイクロトロンのように聞こえるコスモトロンに変更された。 ビームサイズは 6415cm で、直径は 22.9m、目標エネルギーは3ェブとして設計された。重さ6トン、最大1.5テスラの電磁石288個が4つの曲線部を形成している。最初に別の加速器で粒子を中間エネルギーまで加速した後、コスモトロンに入射することで変更磁石の磁場の変化を抑えていた。直線部には、 磁石がなかったため収束できず、粒子のベータトロン振動が急激に増加することが懸念されたが、これらの大きな問題はすべて克服された。1950年代のシンクロトロン研究において、世界をリードしていたものの、コスモトロンや、さらに巨大なベーバトロンを超えるエネルギーの加速器を、経済的に実現するためには新たに、強収束の原理を用いた、 シンクロトロンが必要であった。ありがとうございます。